例えば仕事が忙しくてもアフターファイブで楽しめれば、私世界3、40カ国ぐらい行ってるんですけど、映画ですね、映画とか YouTube、 精神科医が心の病気を解説するチャンネル、精神科医増田祐介先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メンタル患者さんって遊ぶのとか楽しむの苦手じゃないですか。そうです、ね、で趣味とかある人ってあんまりないじゃないですか。例えば仕事が忙しくてもアフターファイブで楽しめればストレス発散できるので、もっとこうメンタルで治療中の人ほど楽しんでほしいなと思いますけどね。切り替えが苦手なんですよね。あと真面目ですよね。病気が治らないのに遊んでたら申し訳ないっていう方もいらっしゃいますよね。そうですね、うん、川沢先生は、うん、その旅行行かれるじゃないですか、うん、旅行はなんか僕動画見ているときに、うん、リゾートっていうよりはどちらかというと観光名所というか、歴史とか。そうですね、私歴史が好きなんですよね、うん、なのであの歴史があるところが好きです。日本でもそうですし、だからリゾートみたいなところっていうのは行かないし、私世界 3,40 カ国ぐらい行ってるんですけど、うん、アジアあんま行ってないんですよね。タイとベトナム行ってないんですよ。実は来年初めてタイに行くんですけども、1月に。だからヨーロッパとか美術館とかそういうのところが結構好きですけど、遺跡とか。本を読んだところに行ってるって感じなんですか。本を読んで、うん、歴史、あ楽しいな、ここ行こうって思うんですか。歴史ですね。だからまあ聖書とか好きですね、ユダヤ人の歴史とか好きですね。歴史を見ていてここ行きたいなってなって計画に盛るって感じ。歴史のこと考えて。そうですね。あと映画ですね。映画とか影響大きいです。映画見てこの国ちょっと行ってみたいなとかね、そういうのありますね。そうみたいですよ、皆さん。趣味がない人は趣味ない人、歴史から入る。趣味のない人はやっぱり本から入るのでもな、メンタルの患者さん本なかなかね読めないんで。そうですね、なんか面白そうって思うと思うんだけどね。テレビで見ててもいいし、ネット見ててもいいし、例えばパソコン立ち上げたらさ、 Windows パソコンだったら強制的になんか風景みたいなのが映るじゃない、うん、何かここすごいなとか思って、私とかだと行きたくなって実際数年以内に行ってたりしますけど、なんかねすごい風景のところがあったらね、身近なところに楽しみを発見するのはいいですね。自分の楽しさを発見していかないとね、自分の好奇心でですね、人によって楽しむのあれは違うのでね。読者が選ぶビジネス書ランキング2023に樺沢の言語化の魔力がノミネートされました。この読者が選ぶビジネス書グランプリ2023ですけども、これはタイトルの通り読者の皆さん、つまりあなたの投票で順位が決まるというランキングなんでございます。ぜひですね、皆さんの清き一票を言語化の魔力に投票してください。言語化の魔力は自己啓発部門というところにノミネートされておりますので、ぜひぜひあなたの清き一票お願いします。締め切りは1月9日までなので、ぜひあなたの清き一票を言語化の魔力にお願いします。備考欄の URL から投票してね。